学のとこで漫画読んでたらこんな時間になっちゃった。あれ、あそこにいるのは乃木ちゃん？しかし、やはり上里ちゃんの部屋の前で行ったり来たりしてるみたいね。ねえねえ、乃木ちゃん何してるの？増津さんか。実は日向の部屋を訪れるか悩んでいる。なんか用事でもあるの？もう少しで日向の誕生日になる。だから明日を迎えたらすぐにおめでとうを伝えたいんだ。いいんじゃない？絶対喜ぶよ。ただ日付が変わる深夜だ。最近日向が忙しそうに働いているのを見ているからな。私が伝えたいからといって大事な睡眠の邪魔をするのもどうかと思うんだ。そんなの悩むことないって。睡眠も大切だけどさ、乃木ちゃんが誕生日になってすぐに来てくれた方が嬉しいと思うよ。しかし。はいはい、行きましょう。あ、マスズさん、勝手に。はーい、どなたですか？ほら、乃木ちゃん。ああ、そうだな。ひなた、私だ。入っていいか？二人して今日はどうしたんですか？あと少しだけ待ってくれ。若葉ちゃんがそう言うならお茶でも入れますね。いや、お茶もいらないと思うよ。本当にちょっとだけ待っててあげて。よし、0時を過ぎたな。ひなた、誕生日おめでとう。まあまあ、わざわざそれを言いに来てくれたんですか？ああ、一番に伝えたかったからな。こんな時間だから迷っていたが、増津さんが背中を押してくれた。私が一緒なのはそういうこと。ハッピーバースデー、上里ちゃん。ありがとうございます。うちの若葉ちゃんがお手数をおかけしました。次は迷わず伝えに来ることにする。はい、それだけで私は誕生日を温かな気持ちで迎えられます。それなら私の誕生日の時は日向にお願いできるか？もちろんです。もれなく耳かきサービスもつけちゃいますよ。あー、それじゃあ、あとは二人でごゆっくり。